ディフェンス誰かあいつを止めろ。おっと、あら、やられっぱなしの俺じゃねえぜ。お前の動きはすでに見切った。失礼。姿勢が高すぎたね、和弘。もう少し低く構えてみるといいと思うよ。なるほど、さすがはクリス。実は俺もそう思ってたところだ。よし、次は止めるぞ。負けないよ。なあに一人で暴れてるのよ。退屈なんでしょ。新たが体育見学なんて生まれて初めてだもんね。当たり前でしょ。昨日倒れたんだよ、新たは。うん、もしかして覚えてないの？大丈夫？重傷なんじゃないの？あなたが熱出すなんておかしいもん。そうだよ、バカは風邪ひかないって言うの。もしかしたらすごい病気なのかも。おっと、とりあえず元気みたいね。でも無理しちゃダメだよ。今日はおとなしくしてるように見張っておいてって噂にも言われてるんだから。怪物？僕が戦っていた？まったく、君は今年でいくつになるんだ？人を夢に出演させるのは勝手だが、それをベッドの外まで持ち出さない方がいい。どいてくれ。授業の準備があるんだ。
お前見学なんじゃ。ここで新たなチャレンジャーの登場だ。飛び入りの深森を相手に我らがクリス君はどんな華麗な技を見せてくれるのか。どう思われますか、解説の野々宮さん。もう新た、お姉ちゃんとおばさんに言いつけるからね。触るな。大丈夫だ。ほら深森、クリス君に何すんだ。審判、今の反則。反則反則。え、あ、あ、じゃあファール。ボール白から。なんだ、いつまでそうしている。別にそんなに強くはぶつかってない。していない。本当だ、しつこい。何をぼーっとしている。いいから早く。
この辺りのはずなのですが、もしかして道を間違えたのでしょうか。困りました。先ほどの人がたくさんいた場所で、尋ねるべきだったのでしょうか。え？本当ですか？ありがとうございま、ほ、はぁ！男の人！まずご挨拶からですよね。3、2、1で行きましょう。せーの。3、2、1、よろしければお名前を教えていただけますか？
ゃないと思います。ありがとうございます、新様。一時はどうなるかと思いましたが、新様のおかげで無事たどり着くことができました。これでやっとクリス様のおそばに。クリス様をご存知なのですか？まあ、そうなのですか。なんという偶然でしょう。はい、クリス様の許嫁です。はい、そうです。クリス様とは幼き日より将来を約束し合っております。はい、では。普通じゃない。もしや、クリス様の身に何かが。アラタ様は外でお待ちください。私、中の様子を見てまいります。夫を守るのも、妻たる者の務め。クリス様、今、鈴代が参ります。騒がしいな。またポルンたちか。
新館長記事。クリスだ。おられるか、新館長記事。ここに。学校で何かございましたか？口調から精神の乱れを感じますが。いえ、別に何も。そんなことより、昨日報告した件についてはどうなっていますか？経過を教えていただきたい。ご心配なく。王子の仰せのままに、指輪の解除の方、準備を進めております。日の落ちるまでにはそちらに。クリスだ。おられるか、新館長記事。そんなことより、昨日報告した件についてはどうなっていますか？経過を教えていただきたい。王子の仰せのままに、指輪の解除の方、準備を進めております。ですが、その前に、王子のお体に変わりはありませんか？この度の指輪の発動は想定外のもの。どのような影響があるかわかりませぬゆえ。心配は無用です。僕はそれほどやわではありません。これでも、王子ですので。それは、頼もしゅうございます。御身は七王の未来を背負う大切なお体。ご自愛ください。御身は七王の未来を背負う大切なお体。ご自愛ください。お心遣い感謝します。ともかく準備を急いでください。彼に対する記憶封印はその場しのぎのもの。解けるのは時間の問題だ。しかし不幸中の幸いです。何がですか？予想のような形ではありません。懸念材料であったドレス送信が成功しました。ざれ言はやめていただきたい。僕は指輪の解除を行うと言っているのです。承知しています。ですが、勝利のためにも、その勝利、そのままになさるべきかと。無関係な人間を巻き込めとおっしゃるのか？はい、それが最善です。断る！そんなことできるものか！そもそも、二人がかりで戦うなど、ワルツの方が許すものではない！ワルツの方は、犯していません。ティアラに適合し、ドレスをまとうこと。それは、千年の法によって定められた、ワルツに参加するための、唯一絶対の条件。特殊な状況とはいえ、ドレスを身にまとえた以上、ワルツの舞台に立つ、資格があります。それが、その少年を取り込んだ上の、姿だとしても、だからといって、それが奴を巻き込んでいい理由にはならない。もっとより、王子はいかなる手段を用いても、勝利を手にする覚悟でその地に降り立たれた。罰、重ねる罪は全て七王のため。ならば、
答えはおのずと。分かっている、そんなことは。だがそれでも僕は無関係の人間を巻き込む気はない。わかりました。ファイジュの方は完成次第お送りいたします。それを使うかどうかは王子自身にお決めください。別の方法を探すにしても竜の姫との決闘は明後日、時間はありません。間違ってもドレスの力を使わぬまま戦うなどとお考えにならないでください。祝福の力は王子を守る力ですが、決して無敵の超人となれるわけではありません。使いすぎればお父上の二の舞になります。どうかご検察。お前がここにいる。まさか今の話聞いていたのか。ただでさえややこしい時になんでこう面倒事が重なるか。ガーデンが発動した。一体誰が。ガードナー、昨日戦った怪物だ。鈴代、まさか彼女もここにいるのか。なんだと。そこにおわすわ、クリス様。クリス様、クリス様。クリス様、ご無事でよかった。鈴代、本当に鈴代なのか。はい、司法の鈴代です。クリス様、お会いしとうございました。落ち着いて。落ち着くんだ鈴代。私ってしてない。うるさい、茶化すな。ことだ、鈴代。なんで君がここにいる。もちろん、国を代表する姫として参ったのです。ワルツを立ち抜き、あなたの妻となるために。何を。君はまだ子供だろ。鈴代はもう子供ではありません。あ、この日のために、日々修行を積み重ねて参りました。戦いでも、鈴代、君は
けません。そういえばまだお相手の途中でしたね。クリス様、ハラド様、すぐに片付けますのでしばらくお下がりくださいませ。大丈夫です、心得はありますので。お気遣いはありがたいのですが、お怪我をしないうちにお下がりくださいませ。どうかご心配なく。私、新田様のご想像よりすごく強いですから。では送信。四方が姫、式神楽鈴代、参ります。ぼーっとするな、来い。彼女なら問題ない。彼女はドレスをまとっていた。あれをまとう者がガードナーごときに送りを取ることはない。いずれにせよお前は足でまといだ。冷静に現状判断し、自分にできることをしろ。その話も後でだ。戦いに巻き込まれないところまで離れる。黙ってついてこい。なんだ、僕が引きつける。その間に離れろ。怒りましたから。なんとかな。そっちこそ落とすなよ。今上がれ、こらえろ。全部思い出したか。ガードナー！逃げろ、ハラタ！
このままでは二人とも。なんで。アラタ、僕の言う通りに続けろ。我が手に剣。いいから、我が手に剣。我が手に剣。指には力。的は純白。必要に我が妻は元なり。エンゲージ。今、僕とお前の心は一つの体の中にある。意志によって